じゃあ井口さんお願いしましょうか。はい、バッティング教えてくださいって言ったら何を教えてくれますか。うわ、基本的にはバッティングはタイミングだと思ってるんで、はい、まあ、一番プロ入って3年目ぐらいまで悩んでて、大会長にお風呂場でピッチャーが足上げたら足上げるんだよって、ピッチャーが足を下ろしたらバッターも足下ろすんだと、はあ、でピッチャーは先手でバッター後手だと、うん、だからこう間合いをバッターが飲み込まなくちゃいけないんだっていうことで、うん、まあまあ、会長も一本足されてましたんで自分も足上げてたんで、まあ、そういうタイミングの取り方ですかね。自分の中では結構早めに取ってこう待つイメージで行ってましたね。だから足はそんな高く上げなくても、はい、ここにすり足というか、ここでこう、はい、あんまり高くなくてもとにかく右に乗って乗って、はい、見てから打つみたいな感じ、はい、ボールを長く見っていうイメージですね。まあ、そう、まあそうやな、左にあんまりすぐ乗ったらそんなに簡単に打てない、まあはい、でまあ僕あとはもうベースの3分の1ぐらいはもう全くこう気にしてなかったので、インコースはそこから外を左中間から右中間に打つイメージですね、うん、引っ張るとかイメージ全くなかったです。どちらかっていうと右中間の方がイメージを持ちながら、まっすぐをそのタイミングで常に待ってた。内角を気にしないってのはいつでもそうか。いや、内角はもう一生打てないと思ってたんで、もうファールでいいと思ってました、うんうんうん、ファールか詰まって内野の頭を越えればちゃんと振りさえすればいいとなるっていう、決してあっちにホームラン打とうとかいい当たりで打とうっていうのは一切考えてなかった。そうなの、はい、打てんのに。いや、打てないです打てるやんな、狙ったら、はい、でもまあ追い込まれたら、追い込まれた追い込まれたで、まっすぐ最後ここでファールできるタイミング、最終的にもう右足の前ぐらいで打つイメージで、はい、ジェンってファールできる、そこから逆算どんどんしてって前でどこで拾えるかっていうこの奥行きを持とうと思ってやってました、ね、でもさ、それずっとやってたらさ、インサイド攻められるやんか。はい、どうすんの、連発で来ない。いや、もうファールでいいぐらいの、そのうち来るわみたいな感じな。そう、あ、でも大会長には1回は絶対引っ張ってファール打てとは言われました、ね、はい、ただもうファール打っても自分のバッティングフォーム崩れるんでそういうことなんだ、はい、どこにバットどこ当たってもいいんでファールでいいや。変にこう操作すると絶対にフライ上がってしまうので、必ず振り切れば後ろにファール行くと思ってるんで、タイミング合ってるように見えても実は自分の中ではもう全く考えてないと思うんですね、はい、すごいな。そんなん現役の時誰も教えてくんねえよないや教えちゃまずいです。日本でも一緒ですか。まず一緒ですね、はい、自分のバッティングスタイルずっと一緒。向こう行ってなんかこう対応するために工夫したこととか。いや、まあ、向こうはやっぱり外に多少広いので、まあ、あんまり変えてないですね。どちらかというと自分は外寄りの球好きなので。やっぱり内角の打率は良くない。良くないです。良くないんです。はい、なんか、はい、まあ、井口は右中間に飛ぶっていうイメージすごいあるよね。なんかやっぱ、はい、まあ、実際に打ってるし、はい、飛距離出るよね。そうですね、ボールをなんか捕まえるとか引っ張るとか、そういうイメージですね。こっち側にこう流すとかいうイメージはないです。もうボールをこうバチンって捕まえるイメージです。外でも全部捕まえる。だからできるだけ自分の方にまあポイントも寄せて、はい、こっちからガツンって、はい、こっちからもう体のここの中でガツンってこう捕まえるイメージですね、うん、はい、あれさ、俺思うんだけどさ、右バッターって結構多いやんか。なんか押し込んで打つとかさ、今みたいに捕まえるとか。左バッターっておれへんと思えへん。なんか左バッターってさ、こうなんか前でこうやってさ、ちょっとあるじゃないですか、左投げ左打ちより。やっぱそれ関係あんねやろな。右投げ左打ちの方が多いからだと思うんですよ。多分やっぱこう右手で、まあ、多分。いや、俺いつも思うんだよ、右バッター。俺も僕よく言うんだけど、右手でカーンと打ったから絶対飛ぶよって思うんだけど、もう前田とかでもさ、こっちですよって言って。そう、僕もいろいろ見てますけど、大体右投げ左打ちですよ、ね、みんなそうやな。だからやっぱ関係してんだよ、利き手で、はい、と思いますね。だから右中間打ってる時も、だから井口なんかさ、はい、いつも右中間ってだヘッドがもうすごい、もうなんかこんな立ってるっていうイメージない？うんうん、なんかそうですね。こうイメージは、はい、ヘッドこう、まあ、実際はこう寝てるんですけど、うん、こうヘッドこう立たして横をしっかりこうカツーン、はい、そら飛ぶよねみたいな。だからこういう打ち方じゃないよね。なんかこう逆方向にこうなんか前を大きくして打ちなさい、うん、まあ、前も大きいんだけど、こうカーンみたいな。こういう感じですね。そうだよね、はい、やっぱそうだよね、はい、よかった。俺絶対こっちだと思うんだけどさ。なるほど、伝え方難しいんですけど、まあ、捕まえるとか、うんうん、右にこう引っ張るイメージですかね、うん、こう、はい、だから右で絶対にこうボールに負けないようにこう流すってことは絶対なかったですね。だからあんまり肩が落ちるとか、はい、最近やってるやん、こうやってみんなこうやってやってます。あれ大丈夫なん？
いや、僕は後で説明します。説明してくれ。いろいろ研究してるんで。研究してる。研究してます。今年あのうちのキャンプでバットの角度が一番何がいいのかって、当然当たる時ってこうなってるんですよ、うん、実際には、ね、実際になってるんですよ。で、この角度を練習で求めていくんですよ。でもそれが僕は今年一つの失敗だと思ってさ、チームの。いや、そうなの。実際はやっぱりヘッド重いんで、こういうイメージで行ってこうじゃないですか。そう、実際は立たないからね。最終的な角度を求めちゃうと、まあうん、もっと低くなるじゃないですか、うん、それが今年の打線がダメだったところの一つかなと。マジで、はい、思ってます、はい、それをでもその角度、今の角度 OK とかっていう練習をキャンプとかでやるわけ、あの映像を見て、うん、入射角とかですね。そうなんです、そうです、ね、でも そこさえ求めちゃうとやっぱりもっと低くなりますよね、うん、なるほど。大変やな。今多分数値化できるから、いやできるけどさ、まあ、まあ分かるよ、言いたいことは。でもボールのね、その高さもよるし、ちょっと変化とかもあるからさ、そんな言う同じそのグッドスイングでできないわけやからさ、はい、そこで甘い球来たら行くよっていう。そうですね。だ今も結局ね、我々自分たちのグッドスイングの話やん、うん、狙い球が来て、うん、甘い球来たらそれが捉えた時っていうのはどういう感じでやってるかって話やもんね。現実的にはちょっと泳いだりいろいろあるけど、あとはちょっと後ろをこうゆったりこう回していくイメージも自分の中ではありましたね。ゆったり回す、はい、ここをこうちょっと距離を作っていくっていう意味ですか。ポイントはやっぱ近くしたいので、うん、ここからここだと距離出ないじゃないです か、うん、か少しこう回しながら距離をこう、うん、井口ってそんなこう動かさないじゃないですか。こうやってカチッと構えてね、はい、だからヘッドでこう距離取っていく感じ、はい、山田とかそうじゃないですか、うん、ただこうではないんですよね。こう自分の中でこういう、あ、そういうこと。山田も動かさないじゃないですか、うん、でヘッドでこう距離取っていくじゃないですか。これで立ってる、まあ、立ってて打つ方が距離が出るってことね。だから寝かすよりはってことね、はい、バッターボックスに立つ位置は一番僕は後ろですね。後ろで10センチ、うん、まあ、開けて立ってるイメージですかね。まあ標準的ですよね、はい、あんまり一番前つく人も少ないし、はい、あれ基本的なこうステップはアウトサイド気味に、多少ちょっとアウトサイドですね。アウトサイド気味だね、はい、アウトサイドだけど右足に乗せるっていうパターンだよね、はい、あの落ち合いスタイルだよね。落ち合い、ちょっとやってみて。こうやってそういう感じでしょ。山本浩二、山本浩二、中村のり、中村のり、ベンちゃんとかもそうだよね。そうですね。ベンちゃんもちょっと開いてる、ね、ベンちゃんもちょっと開き、ね、開いてるね。開いてるけど結局まあこっちに乗ってるところだよね、うん、右足に乗っけて、で自分のここまでここで打って、まあ、ここでさばくってことだよね、はい、だからあんまり前で打つんじゃなくて手前手前で、前で打てっていう人いるじゃないですか、うん、だからどこが前なのかって、まあ右バッターで言えば左腰の前なのか右腰の前なのかっていう、まあ、その辺でもこう自分が打つまでは180度違うこと言われてるのかなと思いながら聞いてたんですけど、はいはいって言うけどあんまり言うこと聞いてないみたいな、はいはい、実際後ろ、ただ実際言われてること一緒なんですけど、ね、まあでもそうよね、はい、昔はでも特に前で打てって言われたもんね。言われましたね。ほんで泳ぎ気味で変化球を拾って打てっていう。今も変化球とか精度も高くなってきたらもうちょっとこう引きつけなあかんっていうイメージあるもんね。それでもさ、井口はこう誰かのなんか影響を受けた打ち方とかないの、学生の時にさ。映像はよくあの落合さんのは、やっぱ落合さんの出していただいてました。で練習も、引きつけキャンプの時はほぼあのマシーン、さすが落合さんみたいに正面は立たないですけど、こう大体こういう感じで、ああ分かる分かる分かる、打つ練習だから右腰の前ですよね、うん、大体キャンプ中はずっと1ヶ月この練習ですよ。マジでこっちにです、練習でした。ほんならもうこの辺が強くなるってことね、はい、もうこの辺で打つもんやと思っちゃえばいいってことね、はい、だからあの、ま、打った後とかあんまりイメージしたこと全くないですね。打ってここで完了させちゃうっていう、それであんな飛ぶんやもんな。ホームラン打つ人がね、の宇宙間にあんな思い、あんな思い、だって福岡ドームの宇宙間入れんやろ。でもまあイメージで言うと先も言ったけど、その外、まあ、外を打つとして、はい、外目をね、真ん中を宇宙間のイメージで自分の中で心がけてるのは何ですか。例えば前に行くこととか、それがバットの角度とか、あの前に行くことすごい最初嫌がってたんですけど、うん、でも自分の中でこの足のステップをしっかり踏みさえすれば、あの前に行かないなっていうのが分かったんですよ、うん、前の踏みが弱いと前行くじゃないですか、うん、しっかりとこうバッて踏めば前に行かないことが分かって、それからこうステップの左のこう力っていうんですか、これをすごい大事にしてましたね。そうするとこうバッて跳ね返ってくるじゃないですか。あ、右足だから体重が左に乗っちゃダメなんだね、当たり前やけど、はい、そこで行きそうになってもそれをもう止めりゃいいと、はい、だいたい調子悪くなると左の突きのが弱い、うん、時ですね。左がしっかりこうバッてついてる時は調子いい時だったですね。ちょっと止めるイメージか。まあ弱いというか探ってしまう時とか言うんですかね。ふわーっとこうなるとやっぱりなかなかヘッドスピードが
走んない時が多かったですよ。まあまあそうか、まあ、なんか研究でその足の踏みの強さとバットのスイングがこう比例してくるみたいなんですよね。ああまあね、はい、反発、地面の反発で使うから、反発使ってですね、そういうのもあってこの左の突きの強さっていうのは意識してやってました。そっか、あんまりそれ考えてないな。確かにな、考えてなかったな左右の体重比率は半々ですか。あ、僕はどっちかっていうと 7-3 ぐらいで右軸を意識してと 右のこう腰でこう打つイメージですね、うん、だあまりこういうイメージはないです。まあ、本当に最後泳がされていくぐらいで基本はもうこっちでグッと打つイメージですね。 ここはもう絶対このまんまで、はい、なるほどね。そうか、みんなね、今結論から言うと、はい、実際には俺らもやってたなってことだね。あんまりこんなんかあんまり実は考えたことなくて、まあ、だこう前に行きたくないっていうのはもちろんあるからこう言ってたけど、実際例えばあインコースだと思った瞬間にはガーンってこう積んで、なんかねこう間に合わないからやってたな。金本ちゃんがなんかさ、バッティングってさ、やっぱり僕らのイメージで体重移動も少しあるから後ろから押してこう腰回すイメージあるやん。金本ちゃんがいつしかこっちさえ回せば腰が回ること分かったから、後ろから押すことやめたらホームランバッターになったっていうの、ある考えたこと、考えたことないわ。そんなのと思ってキューバはそういう教えらしいです。え、そうそう、昔教えられました。ここを突っ張るんですって。え、どういうこと、どういうこと、ここで、ここで突っ張るんです。これを伸ばせって言うんですよ、回るときに。あ、なるほどなるほど。回るときに伸ばすとケツこう引くじゃないですか、うん、そういう感じらしいです。伸ばせってことね。伸ばし、前足を伸ばしたら右足がこう折り込んでいく感じね。まあそうやな、回っちゃう。打ってる瞬間やっぱプロってやっぱり前足は伸びて後ろはこう折り込んでる、こういう感じだもんね、はい、この上にこうまっすぐ乗るとかね、こういうイメージだもんね。少年野球とかちょっとこうやって打つやついるけど、もうちょっとこうやって打った方が飛ぶけど、それを最初からもうここを意識せとっていうんですって、キューバ。なるほどな、キューバ、まあ、この辺に構えてますもん ね、その回転だけで、ここからこう、うん、そうね、分かる分かる、はい、ちょっと内股気味でね、はい、ここですもんね。こんだけさ、なんかいろんな映像があってさ、日本人でもこうやって構える高校生出てきてもいいと思うんだけど、あんまりいないよね。あんまりいないですね、うん、確かに。メジャーとか、まあ、キューバに限らずたまにまあいるじゃん、なんかもうこんな、あの日本、例えばフランコとかこんなんでしょ、こんなんし、うん、それこそあれじゃないですか、バッティング練習の環境もあるんじゃないですか。ああ、どういうこと。アメリカみたいに近ければまた足上げれないじゃないですか、うん、ああ、うん、はい、でも最初から向こうだと思う、こっちだとね距離あるからやっぱタイミングが合ってありますけど、向こうだとポポポポ投げてくるんでこうやって打たないと。はい、練習ではこうなんか連続ティーとかね、なんかよくやるけど、僕もアメリカ行った時にあれですよ、足上げてバッティング練習全くできなかったんです。本当にすぐ投げてくるんで、もうここからビックリ。だんだん試合でも足上げなくなっていったってことですか。あ、そうですね、向こうの場合はそうですね、はい。でも例えばこうなんか若い選手入ってきてさ、まあ、監督もやってたけど、教えようと思ったらやっぱりこうゆったりいける、ゆったり取れって言いますよね、はい、やっぱりね。これやっぱりさ、なんかこうタイプによって変えた方がいいのかな、なんか分かんない、いわゆるリードオフマン的なやつと、はい、ちょっといわゆる長打を頑張って狙いなさいっていう人と、まあ基本的には違うじゃないですか。なんかこう基本的には どういう考えですか、まあ、タイミングで悩んでる選手本当多いですよね、うん、まあ、うちの安田も山口も藤原も、うん、本当にタイミングだけで悩んでると思うんですよ。もうバッティング練習出したらもうスカスカ打つのに、うん、早よ出てこいよってな、はい、俺のために早よ出てこないよね。、はい、そうか、安田君もな、あの辺一緒、清宮とかあの辺一緒か、そうそうそう、ね、清宮、村上ですね、安田もね、みんな左のでかいやつで、からやっぱり、ね、変化球でずっと高校の時やられてるんで、うん、どうしても待ち方が変化球なんですよね、うん、遅い、あ、だまっすぐ打てる選手若い人結構少ないですよ。でも今少ないよね、少ないですよね、真っ直ぐ弱い、そうなの、教室なんかもほとんどいないですよ今、はい、ね、うん、大野さんみたいな俺いないですよ。本当そういうバッターを後半代々出したいんですけど、本当いないんですよ、うん、本当今の若い子 1-2 の3で 1-2 の3と打ったらこっちにファウルですよ。遅いってこと、こっちには行かないですよ、行かないです、あー早すぎだみたいなのは絶対ないです。それでもピッチャーの球が速いとかそうじゃなくて、いや多分ねタイミング取るのがタイミングも、だまっすぐ待ってて、あの反則球がバチッとタイミングが動いよね、はい、狙ってないのに合いますみたいな多いです。そうなんだ、まあ、当たった時一番飛ぶけどな、確かに抜けたスライダーとかな、うん、何待ってたのって聞くと大体みんな変化球ですもんね。へえ、いや投げない投げないよって言うんですけど、まあでも
どうなんですかね、狙い球自体もやっぱ変化球待ってるのが打ちやすいんですかね。僕らは逆なんですけど、ね、まっすぐの方が打ちやすいと思ってるんですけど、まっすぐの方が、まあ今の理論とかもあるんじゃないですか、これそのなんかこうやっぱり今いろんな動画でみんながそれ見てやるから、なんかそこで全体的に勘違いしてやってる子が全部後ろが大きくなっちゃって差し込まれるみたいな、そうだね、正しくわからないとあの打ち方はカチンとは、まあ、まあ要は大きくても早めには大きいやつ早めに指導しとかなあかんわけであって、で準備できた段階ではパーンっていくわけやんか、まあ、こうやって構えててもこうやってどうやって構えてもいいけど、トップがあって打つ時には大体まあこの辺に来ててパーンって打たないといけない、まあ、それがもう遅いと、ね、多分全体的にそういう感じなのかなっていう。バットは軽いのに、バット軽いですよね今、900持ってるいないですもんね、いないですね、800台ですもんね、はい、全部すごいね、飛ぶんでしょ、でもそのバットがやっぱりね一緒だよね飛ぶのはね、800台は昔のバットの方が飛ぶと思うんですけどね、どうですか、そう今のが飛ぶんですか、どうなんかな、やっぱちょっと重い方が飛ぶような気がするよね、重くて長い方が飛ばない、だからそう、あ、まあまあそう、だから昔の方がねえ、なんかまあ、30発打つ人って結構いたじゃないですか、まあ、ボールも飛んだのかもしれないけど、で明らかにこうガクンとそのバッターの成績が落ちてますよね、でもファールになるんでしょうね、あのファールだと追い込まれて結局みたいな、取られたつもりがファールになって、あの 1-2-3 で打って打ちに行ってもファールになってるとかね、そうだと思うけどな、面白いね、でもね、じゃあ兄さんすいません、なんかバッティングありがとうございました、インコース待ってないなんて信じられへんわ。